現場情報です。さあ皆さん、ここでこの試合で勝利したジェイテクトスティングス8番郡博也選手にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。昨日に続いての勝利ですが、郡選手から見て今日の勝因は何でしょうか？今日は先発のメンバーだけじゃなくて代わって入ったメンバーも機能して、それが勝利につながったと思います。ありがとうございます。本日もチーム一丸となり気持ちを高め合う場面が多く見られましたが、今のチームの雰囲気はいかがですか？すごくいい雰囲気でできていると思うので、この雰囲気を来週も継続して行えるようにやっていきたいです。では次の試合の意気込みを教えてください。次の試合の意気込みを教えてください。僕は代わって入る場面が多いので、チームの雰囲気を上げるように準備してやっていきたいと思います。
ありがとうございます。では最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いします。今日は大変な状況の中、会場に足を運んでいただきありがとうございます。僕たちも感染症対策をしっかりしながら日々練習に励んでいきます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合でもご活躍期待しています。以上 J テクトスティングス8番郡弘也選手にお話を伺いしました。さあこちらの